新しい一日、新しい冒険。それで今日の予定は？歩く。歩きながらどうするの？歩く。はあ、ヘイブンって思ってたよりずっと遠い。ルビー、どれくらいでつけると思ってました？わかんないよ。小さな村で育ったし、こんな遠くまで来たことないし。でもどれくらいでつくと思ってた？そうだな、だいたい2週間。はあ、はいはい、わかった。3週間くらい。もう何でもいいよ。ねえ、あれは？なんだ、おかしいな。次の村まで2、3日はかかると思ってた。建物が見えるけど壊れてる。生存者を探そう。人はいない。まるで町が打ち捨てられたようです。ねえ、ちょっとこれ見て。鬼ユリ？あ、聞いたことない。俺もだな。知ってます。ここはアニマにおけるマウンテングレンと同じ、ただし未完の集落です。その昔、ミストラルの富裕層は王国の在り方に疑問を持っていました。彼らは議会に不満を抱き、自分たちで街を築こうとした。独自の法とともに、いつかその場所が新たな王国となることを望み、未来があると信じて。私の両親も。何があったの？いつものことです。グリムか。たった一匹のグリムに。一匹？行こう。通り抜けよう。薄気味悪い場所だ。他には？結構。
いいね、素敵なドレスだ。大したことない。コンサートはどうだった？美しい歌声だったわね。素晴らしかった。問題はまさにそこです。我々はファウナスにも他の行員と同等の賃金を払っており、彼らの主張は理屈が通っていない。深刻なのはこれが社会全体の問題という点です。つまりアトラスの問題だと？アトラスとマントル両者の経済格差は否定できないでしょう。つまり具体的にはどういうことです？要するに報酬よりも働く機会が、どこへ行くつもりだ？ちょっと喉が渇きましたの。ワイス、運ばせればよい。いいえ、結構、取りに行きます。すぐ戻りますわ、お父様。彼らの移住は求めてなかった。だが主任者などが仕事を約束した。失礼、娘と話してたもので、もしや私をお褒めに？美しい作品だ。君に合う。本当、美しい作品ですわ。一応今のは会話のきっかけ作りだった。うまくいってるかな？全くうまくいってませんわね。本音はいつだって歓迎するよ、ヘンリー・マリゴールド。ワイス主任。知ってる、コンサートを見た。当然だよね。感動したよ。言っとくけど君が美人だから言ってるんじゃない、本音だ。わかるだろ。それでこの絵を買うつもり？いいえ、そうではありません。やっぱり絵画にしてはいい値段だしね。寄付の呼びかけで飾ってます。そうなの？何の寄付？何の寄付？認めるよ、今日は飲み食いだけが目的で来たんだ。もちろん素敵な話し相手も欲しかったけど。でこれもマントルのための義援金集め？今すぐお引き取りを。え？お引き取りを。出なければ警備を呼んで追い出します。何もしてない。出てって。そうかよ。違う、頼んだのはダブルサンデーだ。間違ってるじゃないか。申し訳ございません。正直ベールの出来事はさもありなという感じよ。というより怒るべくして起きたと思ってるの。よしなさい。何よ。昨日の夜あなたも言ってたじゃない、王国として十分な防衛策を講じずにやっていこうなど傲慢もいいとこ。せいせいしたわ。お黙りなさい。ワイス、何もご存知ない、あなた方みんな。やだ、何ですって？あなたたちは突っ立って胸口を叩いているだけ。髪型だのお金だのを気にして意味のない問題を心配しているだけですわ。ワイス、よしなさい。話してください。一族が恥をかくんだ。やめて、話せと言ったでしょ。この場でまともなのはワイスだけだ。失礼するよ、ジャック。
なり者です。何者かどうかはお前に関係ない。お前にも、それに、いや、お前はちょっと面白いな。うっそ、俺の目的はただ一人、お前だよ。私？うわ、ちっとも気づかなかったんだろう？違うか？ああ、恐ろしく興奮してきたな。何が目的なの？綺麗なバラにはトゲがある。小さなお花さんよ、今から俺と一緒に来てもらおう。嫌だって言ったらどうするつもり？あっそ、じゃあ奪うまでだ。諦めろ、俺たちがそうさせない。望むところだ。ゾーン！ったく、これこそ皮肉ってもんよ。兵隊と捨て駒だ。我が忠誠心は女王様に捧げている。シンダー、シンダーが女王？笑っちゃうね。よう。